手は俺が。もう待ったはなしだ、柱マン。まずい、このままでは。木遁、木部位真の術。やるぞ、サスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ、トビラマン。サルトビ。おう。劉備の陣中力か。刹那のまま気を抜くな。よいな。分かっております。気を抜かずとも同僚だが、それほどの力を手に入れたのだ。俺はお前がこうなってしまったのは、神奈美教に送り込んだわしのせいでもある。許せん、恋人よ。先方は不完不真数戦時頂上見物。元から失敗していたのだ。この世界はあんたをそれに気づかせてくれた。それだけだ。失敗もないぜ。その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せであるとは限らず、人は考えや悩み、失敗することで成長する。幸せとはその先にあるもの。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら、人は後悔し、もう一度やり直しを望むだろう。それはできない。失敗は許されないのだ、この世界では。サルヒ、こやつとは見えているものが違う。話はここに、ここに攻めるぞ。時代補完の力を持ち倒したか。たとえ十尾の陣中力であろうと、ここまでやれば。上出来だ。なるほど、この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今、忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか、先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところ
あんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、ほかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりほかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより、父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。ここは俺が距離を取るか。そろそろ黙らせるか。なぜだろう、まるでサシナと一緒に戦っているように感じる。消えろ、消えろ、目障りだ。そろそろ眠る時間だ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。大丈夫かい？厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度も救えない。己の妻も部下も救えなかったのだ。そんなあんたが他の何かを守ることなどできはしない。ナルト、明日が何の日か知ってるな。そう、港とクシナの命日だ。両親が死んだ日だ。たとえその時に夢を抱いていたとしても、死ねば終わりだこの世は。そうだったなら明日は俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。俺がこの世にいるか。ガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ。今はガキで十分。けど俺だっていつかはガキを卒業する。それはお前の言う夢の中でじゃねえ。お前を倒した後の先の道でだ。この世界にもはや道など存在しない。いい加減諦めをしねえ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。バカだ車、宇宙惑星螺旋手裏剣。最後に勝つのは俺たちだ。下がった距離を取るか。距離を取るか。消えろ。
想像してる自分よりすげえ完璧だってばよ。しぶてえな。やつらの攻撃自体は大したことはないが、これ以上調子に乗らせるわけにはいかんな。なんだ。始めるとするか。これは弾けろ。なんだこれは。逃げろ。サスケ、無事だったか？もうじっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。そうだ、そのままでいい。この世界はこれで。ナルト、もう終わりか？俺は行く。またあいつが一人で。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。ジュゴ。分かっている。ジュゴの力はそもそも戦術の力。それを利用するってわけ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。行くぞ。おう。な
ぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ、まだ俺のサスケがいる。で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。次で決着をつけるぞ。お、眠るのは明日、夢は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。
分の人道だからだ。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だから。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。なぜ俺はあんなイメージを。